マイマイズ緯度とはかつ、東京都多摩北部地域から埼玉県西部に多く見られ、同様の構造を持つ井戸は、伊豆諸島や群馬県の大まま線上地などにも存在した。地表面をすり鉢状に掘り下げてあり、すり鉢の底の部分からさらに垂直の井戸を掘った構造である。すり鉢の内壁に当たる部分には、螺旋状の象形が設けられており、利用者はここを通って地表面から、 のの垂直の井戸に向かうマイマイは、カタツムリのことであり、井戸の形がその殻に似ていることから、マイマイズ井戸と呼ばれる。マイマイズ井戸は、すでに古代から存在し、武蔵野の歌枕として知られる、掘り金の意がこれを指すものと見られる。いかでかと思う心は、掘り金の意よりもなおぞ深さ、増されるはるばると思いこそ、やれ武蔵野の掘り金の意に野草あるてふ武蔵野の掘り金の意もあるものを、 嬉しや水の近づきに蹴りくみて知る人もありけんおの。図から、堀金の意の底の心を、意は、堀金の意。玉の意。走り意は、大阪なるがを貸しきなり。など、和歌や文学作品に多数登場する。埼玉県狭山市堀金に、堀金の意の旧跡が現存するが、堀金の意という言葉が、特定の井戸を指すものかどうかについては不詳である。マイマイズ井戸全般を指す。 一般名詞とも考えられ、マイマイズ井戸は、武蔵野を象徴するものとして、平安時代の都人にまで知られていたようである。江戸時代には、マイマイズ井戸に関する交渉が、盛んに行われたが、江戸時代後期に編纂された、新編武蔵風土機構には、堀金の意図称する井戸跡は各地にあり、特定の井戸のことと定めるのは、難しいとの記述がある。こうした、 独特の構造の井戸が掘られた背景には、武蔵野大地特有の地質学的背景がある。武蔵野大地は、玉川によって形成された、洗浄地であり、武蔵野大地には、脆い砂礫層の上に、さらに火山灰の層があるため、特に、国分寺崖線から上は、地表面から地下水脈までの距離が長い。したがって、武蔵野大地では、 他の地域よりも深い井戸を掘らなければ地下水脈に達しないにも、かかわらず地層が脆いために地下水脈まで垂直な井戸を掘ることができない時代が長かったのである。そこで一旦地表面からすり鉢状に地面を掘り下げて、砂礫層の下の粘土層を露出させ、そこから改めて垂直の井戸を掘って地下水脈に至るという手段が採用された。一般の井戸に比べてこのような 掘りがたい方法によって掘られた井戸が、マイマイズ井戸である。七極位七極位埼玉県狭山市北入り祖先366、上仙寺、観音堂境内埼玉県指定文化財、史跡。現在残るマイマイズ井戸の中では、大型のものであり、すり鉢部上部直径18から26メートル、底部直径5メートル、深さ11.5メートルほどある。伊頭部はほぼ中央にあり、 松材で組んだ井桁を持つ。名称の由来は、すり鉢の内壁に当たる部分の螺旋状の象形が、井戸端まで七回曲がって、たどり着くようになっていたことによる。掘られた時期は、はっきりしないが古代から存在していたものとみられ、日本穂高により掘られたという伝説があるほか、平安時代前期に、武蔵国府により掘られたという説がある。古代の関東島三道武蔵城の枝道。 イルマロに遡る鎌倉街道上道の本堂沿い、不老川の川べりにあり、旅行者などにより、盛んに使用されたものとみられ、江戸時代に至るまで井戸として機能していた。最後の改修は、法暦9年に行われている。昭和24年、埼玉県指定文化財となり、昭和45年に発掘調査を行い史跡として、整備。平成17年から平成18年に再整備。 現在水は枯れており、七極道ものり面補強のため一部埋められている。狭山市立博物館にマイマイ図、井戸をかたどったマイマイホールと井戸の模型がある。なお、同井戸所在地の生字名は、堀南井である。すり鉢部上部井戸橋に正子があり、水神、七極星水神宮が祀られている。堀金の井埼玉県狭山市堀金2220の 一堀金神社境内埼玉県指定文化財旧跡、すり鉢部直径7.2メートル、深さ1.9メートル。糊面は石で固められ、井戸の中央には石組の井桁がある。現在は大部分が埋まっている。掘られた時期は、はっきりしないが、鎌倉街道上道の枝道沿いにあるため、旅行者などのために七極移動用古代の街道整備時に掘られたとも考えられている。 江戸時代に、掘金の井に関する議論が盛んになったことを受け、法永五年に、川越藩主、秋元高友が、家臣、岩田彦助に命じて、この場所にあった、窪地、井戸跡を掘金の井に、否定、石碑を建てさせてから広く知られるようになった。また、天保十三年には小南言、清原信明の監視を刻んだ石碑を掘金村名主、宮沢氏が建てている。 昭和36年、埼玉県指定文化財、旧石となった。同じく、鎌倉街道上道の枝道沿いの鞘山市堀金2332には、八県家の意もあり、掘られた、磁期等は不明ながら、堀金の意と同一の性格、構造を有する井戸とみられる。現在の鞘山市堀金、入祖地区などには、江戸時代、舞舞図、井戸が計、計142、 北イリソさ南イリソにあったと伝わる。府中市郷土の森博物館府中市郷府中町二丁目など、武蔵国府関連遺跡において5つの大きな井戸が発見されているが、国町北側の刷毛の上面など有水が少ない場所からの発掘となっている。五の、神舞舞図井戸五の、神舞舞図、井戸東京都羽村市5の,の,の神一の1号の神、神社境内東京都指定史跡。 直径16メートル、深さ4メートル。1979年に、羽村町教育委員会が設置した案内版によると、創始の転居はないが、鎌倉時代の創建と推定されている。1952年の史跡指定後、1962年に地元民が自費で修復、その後数回の修復が行われている。 お梅新町の大井戸東京と梅市新町2の27大井戸公園内東京都指定史跡。現在残るマイマイ随井の中では大型のものであり、東西約22メートル、南北約33メートル、深さ7メートルほどある。掘られた時期は、はっきりしないが、武蔵野の原野を走る、高梅街道と今寺道の2本の古道が交差する位置にあることから、 江戸時代の開発以前から旅行者が用いていた井戸と見られる。昭和62年に最初の発掘調査が行われ、東京都が史跡として整備した。大井戸公園内には、マイマイズ、井戸をかたどった噴水がある。淵上の石積井戸東京都秋留の市淵上330開庫センター内大きさは、長径7.5メートル、単径5.5メートル、深さは3.2メートルで、 石積みが特徴。中近世紀に掘られた可能性がある。アキルの四指定史跡。アキルの百景の59番。八重根の滅頭井戸東京都八丈町。大加護東京都指定文化財。大型のマイマイズ井戸。明治13年。八丈島の旧大加護村村村民によって掘られた。滅頭とは、海で採れる大型の巻貝の一種のこと。八丈島に。 上水道が整備された昭和30年まで、島民の生活用水や寄港した船舶への給水などに使用された。井戸内の螺旋場の象径には、旧岡郷村村民の就労を記念する石碑が建てられ、水神が祀られている。昭和55年2月21日、東京都により文化史跡に指定された。敷根島マイマイズ、井戸、敷根島のマイマイズ、 井戸東京都新島村、敷根島、明治25年に作られた。戦後新島から、上水道が引かれたため使用されなくなった。徳島市の倉田マイン境内のマイマイド倉田マインの、マイマイド徳島県徳島市国府町、柴原麻宮の本山直径4から5メートル、深さ3メートルスロープは左巻きや,や小ぶりの、マイマイドく年代負傷。 クラタマインの祭事に使用していたという、と、串間市民遺産に指定された、ありがとうございます。